ハイパービルディングは高さ1000メートル以上の建築物のこと。超高層建築物、超高層ビルとも言う。2020年時点で高さ1000メートル以上の建築物は世界に存在しない。アメリカは超高層ビルの先駆けとなった国であり、1930年代には300から400メートル級のビルが存在していた。その後、400から500メートル級のビルも建築され、 1990年代までビルの構想化のトップを走っていた。1000メートル超のビルの建設を具体的に設計した世界で最も初期のハイパービルディング構想の一つはフランクロイドライト設計のジン・イリノイである。これはシカゴに建設することが構想されていた。1990年前後のバブル景気の時期にかけて都心のオフィス需要が逼迫したため大手建設業者を 中心にエアロポリス2001、スカイシティ1000、X シード4000、清水メガシティピラミッド、東京バベルタワーといった1000メートル上級のハイパービルディングを建設しようとする計画が相次いで提案されたが、バブル崩壊後の不景気で立ち消えとなった。1990年代からハイパービルディング研究会が継続してきた研究では、地球環境に調和した高さ1000メートル、 面積1000ヘクタール、寿命1000年の縦型都市を実現することが研究目的とされている。その名に、ビルディングとつくが単なる構想建築ではなく、都市を内包することを目的としたアーコロジーであり、実現すればそれ自身が一つの計画都市となる。現在では、ハイパービルディング特別法という法律を新たに制定し、民設公営方式で、 ハイパービルディングプロジェクトを進行させることが構想されている。20世紀末には首都機能移転の案としてハイパー首都がハイパービルディング研究会から提案された。現在は新宿のハイパービルディングプロジェクトと築地のハイパービルディングプロジェクトがそれぞれ進行中である。また、ハイパービルディング研究会の計画とは別に建築家、古谷信明によるハイパースパイラルや デビット・マローによるスカイマイル・タワー、究極のハイパービルディング計画として、早稲田大学理工学部建築学科、小島敏夫研究室による東京バベルタワーという構想がある。香港、または上海はバイオニックタワーと呼ばれるスペイン人建築家、ロイセ・イーラや、エム・ローザ・チャーベラ及びハビエル・ゴメス・ピースが設計した、ハイパービルの建築に関心を示している。 これは300階建て1228メートルで10万人が居住可能である。2011年現在、最もハイパービルディングに近づいたのはアラブ首長国連邦のブルジュ・ハリーファである。これは2020年時点で世界で最も高いビルであり、それまで世界で一番高かったビル、台北101の508メートルを大幅に上回っている。また、 過去も含め歴代で最も高い建造物であったワルシャワラジオ等の646メートルも上回り史上最も高い建造物となっている同じく首都ドバイには高さ1400メートルのナキールタワーの建設案が2003年に提唱された竣工すれば世界有数のハイパービルディングとなる見込みであったが2009年12月に計画が凍結された同じくドバイでは ジュメイラガーデンシティプロジェクトの一部として高さ2400メートルのドバイシティタワーの建設が計画されている。これは建設予定の建造物の中で世界一の高さだと言われている。サウジアラビアには高さ1008メートルのジッダタワーを公開に面するジッダの近くに建設中。建設に名乗りを上げたのは アルワリード・ビンタラール王子が運営する投資会社のキングダムホールディングカンパニー。総工費1兆円とも言われている。クウェートでは現在、マディナ・アルハリールと呼ばれる新都市を造成しており、高さ1001メートルのブルジュ・ムバラク・アルカビールが都市の中心部に計画されている。また、エ l エール・ジョベール・タワーと呼ばれる1852メートルのビルを建てる計画もある。バーレーンでは、 首都マナーマで高さ1022メートルのムルジャンタワーの建設が計画されている。アゼルバイジャンでは首都バクルで高さ1050メートルのアゼルバイジャンタワーの建設が計画されている。ロンドンにマイルハイエコタワーという500階建て1500メートルのビルを建設する構想がある。ブエノスアイレスにブエノスアイレスフォーラムと呼ばれる1000メートルのビルを建設する計画がある。 マイル、ハイエコタワー500フロアロンドンビルディングハット、ポップやらーキテクチャー。ありがとうございます。